バレーナ社が開発した新型 ACO パーツに関する情報を得ました。同社のレツキー兵器開発所へ侵入し、その試作品を奪取してください。情報によれば、目標となるパーツは実践テストを行うため、近々他の施設へ輸送されるようです。搬出のため目標はコンテナに積み込まれている可能性が高いと思われます。破壊してパーツを探し出してください。重要度の高い施設なので、何らかのトラップが配備されている可能性が高いと思われます。十分に注意してください。ではよろしく。メインシステム戦闘モード起動します。
用パーツを入手しました。目標の取得を確認。作戦終了です。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。